クレヨンしんちゃん感動エピソード、怒りの紅サソリ隊だぞ。ある日、バイトを不採用にされ落ち込んでいる紅サソリ隊。その時しんちゃんに話しかける園長先生の姿が、しんちゃんが組長と呼んだせいで3人は勘違いし、組長、あたいを使ってください、と頭を下げる紅サソリ隊。3人の熱意に応え、試しに手伝ってもらうことに。しかしなぜか焼き芋にする落ち葉を集める手伝いをさせられ、そして幼稚園について、ようやく勘違いに気づき、やる気をなくした様子の3人。すると坊ちゃんが落ち葉を触ってしまい、ゆう子がすぐに応急処置をします。おぎんとマリーもしっかり子供たちの面倒を見て、みんなから慕われる紅サソリ隊の3人。夕方になり、園長先生は3人にバイト代を渡し、子供たちから先生と呼ばれ、少し困った様子の3人。そしてみんなから見送られながらゆう子は、幼稚園の先生って、どうやってなるか、知ってっか、とつぶやいたのでした。